こんにちは、金子です。今回はアプリを開く、閉じるというのを紹介していきます。そもそもアプリというのは何なのかというと、パソコンで何かを作業するときに必要な道具というのがアプリになります。 例えば映画を見たいと思った時に DVD があったとします。その DVD を見るために必要な機械が DVD デッキという本体になってまして、その本体である DVD デッキ、これがパソコンだと思ってください。その DVD には種類を変えればいろんなジャンルの映画が見れると思うんですけども、その DVD 一つ一つがアプリになります。なのでパソコンで使えるワードとか Excel、そういうのも一つ一つがアプリという風に呼ばれています。 アプリというのはアプリケーションという名称の略称になってますのでアプリっていうのはアプリケーションっていう風にも呼んだりするんだなっていう風にも覚えておきましょうそしたら実際にアプリを開いていきましょう今回開いていくアプリはワードとエクセルとメモ帳を開いていきますそれではまず最初にワードを開いていきましょうパソコンでアプリを開くときは全てのアプリで同じ開き方をしますので一つ覚えてしまえば全て同じようにできます そしたら実際にアプリを開いていきましょう。アプリを開いていくときは左下にあるこの Windows マークと呼ばれるところを使っていきます。ここをスタートと言ったりするんですけども、ここを左クリックしましょう。左クリックするとこのような画面が開かれます。で開かれましたら、Word というのは W から始まりまして、ここはアルファベット順に並んでます。なのでここを W までマウスのスクロールですね、それを下に回して W まで下に行きましょう。 W のところまで見つけましたら、この中にですね、ワードというのがあります。ここのワードっていうのを左側のクリックを押していただくと起動しますので、左クリックを押しましょう。左クリックを押すとですね、このようにワードが起動しまして、ワードに関しては、ワードの使い方というところで解説をいたしますので、今回は word のアプリが開くところまでやってきました。そして、アプリを開いた場合は、閉じるというところまで必ず必要になってきますので、閉じていきましょう。 アプリを閉じるときもすべてのアプリで閉じ方というのは一緒になります。どうやって閉じるかというと、右上にあるこのバツというところ、ここにマウスのカーソルを合わせましょう。そしたらここのところを左クリックしてあげます。左クリックするとこのようにワードが閉じることができました。そしたら左下にありますこの Windows マークですね。こちらを左クリックしましょう。 そうすると、このような画面が出てきますので、Excel はですね、E から始まります。なので、アルファベットが今 A になってるんですけど、ここの E というところまで下にスクロールしてあげましょう。そうすると、Excel というのがありますので、ここのところを左クリックします。こうするとですね、Excel が起動しました。そしたら、Excel を終了していきましょう。Excel 終了するときは、Word と同じで右上の×ですね、すべてのアプリが共通してここで閉じることができます。そしたら、ここの×をクリックしましょう。 こうやって閉じることができました。そしたら最後にメモ帳を開いていきます。メモ帳は少しだけやり方が違うので注意して開いていきましょう。そしたらワードとエクセルと同じように左下の windows マーク。こちらをですね、左クリックしていきます。で、メモ帳はですね、windows アクセサリーという場所に入ってますので、W のところから開いていきます。なので、先ほどワードで開いたところですね、アルファベットが W まで下にスクロールしてあげましょう。で、スクロールしましたら、ここにですね、windows アクセサリーというところがあります。これを左クリックしてください。 左クリックしましたら、このように下の方にいろいろと出てくるんですけども、ここにですね、メモ帳というのがあります。このメモ帳をですね、左クリックしてあげましょう。左クリックしてあげると、このようにメモ帳というのが出てきまして、このメモ帳というのは文字を入力して、 保存すするるという機能があるアプリになりますそしたら、このメモ帳もですね、Word、Excel と同じように閉じていきましょう。閉じ方は、この右上にあります、この×。これすべて共通ですね。じゃあ、ここで閉じていきます。左クリックを押しますね。 今回はアプリの開く、閉じるというのを紹介していきました。アプリというのはパソコンで何か作業をするときに必要な道具になりますので、パソコンでこんなことをしてみたいなと思ったときはですね、それ専用のアプリを使って実現していくということになります。アプリの開き方、閉じ方は全て共通でできますので、しっかりと覚えておきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。